地球の多様に反映する生態系は永久に続くように見えるかもしれないが実のところ非常に壊れやすいジャングルは砂漠になりサンゴ礁は生き物のいない岩場に変わるかもしれない火山の噴火や小惑星の衝突のような激変がなくても起こりうるでは変化に強い生態系と弱い生態系を分けるものは何なのかその答えは生物多様性だろう。 生物多様性は3つの絡み合った要素から出来上がっている生態系の多様性種の多様性そして遺伝子の多様性これらが複雑に絡み合うことでより密度が濃く回復力のある織物が出来上がるアマゾンの熱帯雨林を例にとろう地球上で最も生物多様性に富んだ場所の一つだ複雑な生態系や膨大な数の種そして個々の種の遺伝子も多様に存在する ここに複雑に絡んだ鶴草がある。この鶴は林床から林間まで生え上がり、木の梢と絡まり合い、その成長して太くなった幹はこれらのそびえ立つ木を支える。鶴草に助けられながら木々は種や果実や葉をバクやアグウチのような草食動物に与える。彼らが種を森中にばらまくとそこから芽が生える。 食べ残しは何百万もの虫に消費される。虫たちは食べ残しを分解し肥沃な土地を育む養分を再生する熱帯雨林はこうした多くの小さなシステムで満たされた巨大なシステムであり個々の小さなシステムには互いに関係する種が含まれるあらゆる相互関係が次のシステムに安定を供給し生物多様性の織物を強化するこの織物は個々の種の遺伝子の多様性によりさらに強化され変化への対応を可能にする 地理的孤立や個体数が少なくて遺伝子の多様性を欠いた種は気候変動や病気や生息地の分割等による変化に対してずっと脆弱になる遺伝子プールが弱くなり種が消滅するときは結び目がほどけて網目も破れるもしある特定の種をデッタイウリンから排除したらどうなるかシステムは崩壊するのかおそらくそうはならないだろう種の個体数や遺伝子の多様性 生態系の複雑さが森の豊かな生物多様性を形作っており一種類の個体が抜けることでシステムが崩壊することはないからだ森は柔軟なままで変化から回復するとはいえいつもそうとは限らないいくつかの環境ではたった一つの重要な要素を取り除くだけで全体のシステムが崩壊することもあるサンゴ礁を例にとろうサンゴ礁の多くの生物はサンゴに頼って生きている サンゴは重要な微小生息環境や住まいや繁殖地を何千種もの魚や甲殻類、軟体動物に提供している。サンゴは菌類やバクテリアとも相互依存関係を形成する。サンゴ自体が食器であり、生物多様性の絡み合う網を織り上げている。そのため、サンゴは他の多数の生物の命を預かるカナミイとなっている。 破壊的な漁業やや海洋汚染酸性化によりりりサンゴがが弱ったり死んだりすると何が起こるのかまさにご想像の通りこのカナミエ石の生物を失うことはそれに依存する生物が途方に暮れてしまうことになりサンゴ礁の構造全体が脅かされる生態系種そして遺伝子の多様性が生物多様性の複雑に絡み合った織物を作っておりそれは地球上の生物の生存に不可欠なものだ。 私たち人間もこの生物多様性に織り込まれている。いくつかの座礁が損なわれただけで私たちの環境が脅かされるのだ。あまりに多くの網目が溶けた時人類全体が滅びるリスクもある。未来が何をもたらすかは予測できないが、生物多様性を維持することは保険となり、私たちの生存を守ってくれる地球自身のセーフティーネットを確保することなのだ。私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか e d t e d ッ c o m スラッシュアーススクールにアクセスして従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。